晴れ、時々殺人は、1982年に、角川書店から刊行された、赤川次郎のミステリー小説。野生時代1982年8月号に、一挙掲載されたものに加筆、訂正した上で刊行された。1984年に映画化された。1984年に公開。女優、渡辺典子の初主演映画であり、さらに渡辺は歌手として同名映画の主題歌も担当した。監督は井筒和幸。同時上映は池田敏治監督の湯戸の山麓呪い村。大企業の会長、北里奈美子はある夜ビル建設予定地に訪れると、薄闇の中で一人の人間とすれ違った直後、女性の刺殺遺体を見つけてしまう。後日ある男性を連行した警察から犯人確認を頼まれる奈美子だったが、真犯人からその男が犯人だと証言しろ。さもないと娘の命はないとの脅迫を受ける。留学中の娘、加奈子の直近の隠し撮り写真を目にした奈美子は恐怖し、警察署で指示通り偽証すると相手の男性が、投身自殺してしまう。無実の人を死なせた罪悪感で心臓に負担のかかった奈美子は半年後帰国した加奈子に殺人事件と真犯人からの脅迫の話を打ち明ける。しかし脅迫文の筆跡が去年もらった年賀状のどれかに似ていたとの言葉を告げた奈美子は直後に起きた発作により亡くなってしまう。悲しみが家の中加奈子は手がかりである年賀状を探していると、本棚の裏にあった母だけが使っていた隠し部屋を偶然発見する。1週間後加奈子は自宅に訪れた刑事から、数日前に第2の殺人事件が起き、その手配犯、上村雄三が近辺で目撃されたと顔写真を見せられ注意喚起される。続けて刑事は加奈子に、事件の状況から半年前の事件と、第2の事件は同一犯による犯行との見方を伝えてその場を後にする。その直後いつの間にか屋敷内に潜んでいた上、村が現れ、犯人を否定する彼の話を信じた加奈子は隠し部屋で彼をかくまうことに。数日後母の通夜の日を迎えるが、加奈子が北里邸に集まった身近な人すべてを怪しむ中、そこで第3の殺人事件が起きてしまう。ありがとうございます。